フェスタ静岡が行われた、ンプ城公園フェスタ静岡は、1972年から1999年にかけての毎年8月に、静岡県静岡市青井区のスンプ公園で3日間、行われていた、郷土芸能と歌謡賞中心のイベント。2017年にも、ちょうど S フェスタ静岡として開催されている。静岡放送と静岡新聞社の主催で行われ、 初期には300万人の夏祭り、後期には寸譜城夏祭りというサブタイトルが付されていた。歌謡ショーを2日目と3日目の夜に開催。豪華ゲストが無料で見られるとあって、会場は超満員となった。歌謡ショーの模様は、1990年までは開催1から2週間後の土曜日もしくは日曜日の午後に SBS 制作の元 TBS 系全国8局で、 録画放送された。1991年からは TBS テレビによる関東広域圏での放送はなくなったが最終回まで SBS テレビなどで録画放送されている。ゲストの中でも第2回から最終回までの間に最多出演を果たした西条秀樹は毎年の歌謡ショーのクライマックスを盛り上げミスターフェスタと呼ばれた。2017年 ちょうど S フェスタ静岡として18年ぶりに復活し、8月18日より3日間、開催された。出演は50音順。ありがとうございます。